んだ、お前もここに来てたのか。はい、人工無誘訓練マシーンで戦闘演習をしていました。六じゃん。どうやらつまんなくて仕方ないのは私だけじゃないみたいだな。いいえ、私はつまらなくて仕方がないわけでは。命令を待っているんです。じゃあお前の方がラッキーだな。こっちは腹いっぱいの文句が溜まってんだ。ブラブラ遊ぶ怠け者ってな、あたしのことだよ。財団本部に昇進なんかすんじゃなかったぜ。飛行ウィッチなのに外出戦闘のチャンスがないなんてな。人材保護規定のせいですか？理由なんて知ったこっちゃね。おきての名前を囚人軟禁に変えた方がしっくりくる。ああ。なあ、どうせ二人とも暇なんだし、難易度の高いものに挑戦してみないか？難易度の高いもの？ほら、これだ。人工無誘合同訓練をやったことはあるか？二人同時にヘルメットをかぶってボタンをダブルモードにして肩を並べて作戦を開始すると危険度が高い訓練を選べる。もっとクレイジーな敵と戦えるぞ。ゲーセンにあるアーケードゲームみたいなもんだ。はい、この赤いボタンを回せばいいんですか？アーケードゲームって？なんだって？ヘルメットをしてるからよく聞こえないぜ。おう、いい手応えだ。よしよし、乗ってきたぜ。もう長い間はっちゃけてないし、刺激的なのにしようぜ。赤いランプが光り始めました。何を押したんですか？訓練難易度を最高まで上げたんだ。真剣にやらないとまずいぞ。待ってください。優等生、壺をさせんなよ。暴力で問題を解決するのは好きじゃない。このダイヤは固い。人生で本物の生き物だもん。オッケー、ブラボー。じゃじゃーん、スペシャルマッサージの時間だ。うわ、救急車呼ぶ。
かなり重くモナム残念これは偽物じゃじゃスペシャルマッサージの時間だかなり面白い残念これは偽物ヘイヘイヘイどこのあんたシュッン一緒に救急車呼ぶ服にシワができるだろう夢からかなり面白いな2名のラッキーゲストをご紹介香りと輝きはいつだって人の目をくらませる残念だ Ladies and gentlemen これからお見せするショーは種も仕掛けもございませんそれでは残念これは偽物さもう一回やるかいおいかなり面白いな OK 残念これは偽物さブラボーヘイヘイヘイどこのあんた一緒に見せておいやモナムオッケー残念これは偽物私のこと知らないのかい今はヘイヘイヘイどこのあんた一緒に見せてもう一回やるかい夢からかなり面白いな2名のラッキーゲストをご紹介香りと輝きはいつだって人の目をくらませる残念だよ本当そうこのダイヤは硬いまるで本物のようにねではではおいりょうモナム Ladies and gentlemen これからお見せするショーは種も仕掛けもございませんそれではブラボーシュッドンうわ救急車呼ぶかなり面白いな残念これは偽物私のこと知らないのかいじゃじゃん今はスペシャルマッサージの時間だもう一回やるかもう一回やるかもう一回やるか服にシワができるだろうではではモナムLadies and gentlemen これからお見せするショーは種も仕掛けもございませんそれでは残念これは偽物私のこと知らないのかい今は夢おいかなり面白いな香りと輝きはいつだって人の目をくらませる残念ブラボー本当かかったなもう一回やるかいりょうおいモナムオッケーシュッドンうわブラボーじゃじゃんスペシャルマッサージの時間だかおいりょうモナム残念これは偽物さブラボーシュッドンうわ救急車呼ぶかなり面白いな残念これは偽物ヘイヘイヘイどこのあんた一緒に踊らせうわ救急車呼ぶさーて分取ったものを分ける時間だいや戦利品の合理的な再分配というべきか息苦しかったぜ。こんなにスカーッとしたのは久しぶりだぜ
撃たれ死んだ。ごめんなさい。私も覚えていません。頭が真っ白です。なんだ、お前にもフリーズする時があるんだな。今日の弁論結果知ってるか？はい。弁論終了後、反対人数が急増したとか。いい傾向じゃないな。もう評決が迫ってる。反対派が優勢だ。ミス・ドルーヴィスたちには持ちこたえてほしいです。あいつらに会いに行ったことは？申請はしましたが、システムは私の安全を保証するためガードをつけてきました。彼らは建物に入るなり木を切り倒すことを始めました。歩く道を作るためだと言って、それからはもう行っていません。ドルーヴィスたちは4週間半しか持たない。え？じゃあ投票は4週間半以内に結果を出さないと。こんにちは。平和が我らと共にありますように。こんにちは。平和が我らと共にありますように。少しの間二人きりにしてもらえますか？ああ、好きにしろ。レディー Z からの伝言です。今週金曜に彼女のオフィスにいらしてください。はい。ご足労いただきありがとうございます。こちらこそ。良い一日をお過ごしください。お帰りですか？ああ。財団の公共物損壊と規則違反の逃走はどう処罰されるか知ってるか？財団管理処罰法と実際の状況に応じて、軽い場合は罰金と減給、厳重な場合は逮捕か財団からの除名および駆除処置を受けます。認定の仕方は既存対象の種類によります。生産道具、生活用品、居住エリア、機材設備などの場合、どれも金額と影響が小さい財物に値します。逃走に加担した人数が8人以下で明らかな死傷者が出なかった場合、軽い処罰になります。何かあったんですか？なぜ突然この話題を？なんでもない、つまらなさすぎて聞いてみただけだ。つまらなさすぎて財団の規則を読んだりしてんだ。飛行ハンドブックすらここまで真面目に研究してなかったぜ。またな、ソネット。次に会うときは最高のニュースが耳に入ってるといいな。